鮭をしばいていると突然光映えにまとわりつかれ、鮭が怒り狂います。みんな大好きラッシュの始まりです。生態図鑑で説明されている部分もあるものの、その実態は謎です。アートブックの説明などを読み返しながら、鮭にとってどういうイベントなのかを考えてみましょう。ハップルです。アイラスです。今回は特殊ウェーブラッシュ、通称光映え、これについてをちょっとお話ししていこうと思います。はい、もうみんな大好きな特殊ウェーブですね。みんな大好きってところにちょっと引っかかりを感じるんですけれど、はい、もう検索するとね、光映え光映えっていろんなね、うん、みんながね、光映えについていろいろ考えた光映えの愛の結晶という名の攻略情報がいっぱいありますから。なるほど、あれは愛の形なんですね。そういうことでございますね。で、金鮭探しとか泥鮭も結構謎っていうお話をしたんですけれども、あーですね、光映えもさ、うん、割と謎じゃない。あれは何なんやと、何なんだと、うん、ちょっとね、説明文を見ていきましょう。はい。鮭の集団凶暴化には惑星の軌道による重力の変化が影響していると言われているが、まだ解明されていない点が多い。重力、インク弾による距離を取った攻撃という有効な防衛手段を持たなかった中世以前の時代、これ中世っていうのは我々の中世ではなくて、うん、イカ社会の中世ね。そうだね。は、数多くの都市が暴走した鮭の大群により滅びたと言われている。鮭によって滅ばされた。はい、なんか説明が壮大なんですよね。でかいな。はい、ヒントとなるのはこのマニュアルの説明と、うん、あとは出てくる金鮭のその知恵に秀でているという説明文になります。はい、今回はこの2つの要素と、うん、実際のまあ鮭の進化前である鮭、この生態についてをちょっと深掘りしていきながらお話ししていこうと思います。お願いします。さあ、まずですね、はい、人類や哺乳類が滅びて1万2000年経過した世界というのがスプラトゥーンの世界ですよね。そうですね。ただ説明文がさらに壮大やと、うん、もう惑星の軌道による重力の変化とかね、でかいスケールが。そうで、惑星の軌道による重力の変化ってあるんですけれども、これどういうことなんでしょうかと、うん、パッと聞いてわからないですね。はい、うん、まあ、そもそも惑星っていうのが何かっていうと、うん、まあ、恒星、まあ、つまり太陽みたいに自分で光る星ですね。はいはい、これの周りを回るちっこい天体で、うん、比較的低質量のもの、まあ、だから太陽と同じくらいのでかさの星が太陽の周りに回っててもそれは惑星ではないと、うんうんうん、いうことですね。はい、そして2006年チェコで開かれた国際天文学連合の総会で、後のエリスやその後の大型の TNO、 まあ、わーって説明ありますけれども、はいはい、要するに惑星の定義が決まりました。太陽系の惑星の定義ですね。これは、太陽の周りを公転していること、はい、2つ目が自己の重力によって球形になることができるだけの質量を持っていること、要するに丸い星は惑星ということですね。あ、で3つ目は同じ軌道上に他の天体がないこと、まあ、つまり同じ場所ぐるぐる回ってるとさ、うん、まあ、その軌道上で一番重力の強い星にどんどんみんな吸い込まれていくやん。うん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 、ただちっちゃいとそんなこともないんですよね。軌道上に星があったりとかする、はい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 、いうことで、例えば冥王星が除外されたっていうのは有名な話だと思うんですけれども、そうだね、冥王星はこの3を満たしてないとして惑星から除外されることとなったそうです。はい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 、いうことで、まあ、これが惑星なんですけれども、はい、まあ、比較的低質量のものとあるようにですね、うん、惑星が与える重力の影響っていうのは結構微々たるもんなんですよ。しかも公転してるじゃないですか、うん、はい、ある程度の周期で、はい、ということで大きく変わることもないんですよ。はい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 、そうだってね、アイラさん例えばさ、はい、普段からさ、うん、火星とか金星木星の重力の影響感じてる？何も感じたことありません。何も感じたことないよね。ですね。そう、月ですらさ、うん、まあ、日常生活で意識するかっていうとさ、いや、なかなかにないかな。しっかり海沿いに住んでる人はね、うん、あ、これが月の重力の影響かって、そう、潮の満ち引きね、あ、そう、ところで意識できるかもしれないですけど、一般的にはなかなかな。そう、無理、うん、やし、火星金星木星ってなってくるともうビビたるもん、うん、で重力が変化してるってことはですね、はい、要するに彗星みたいに特殊な軌道の惑星が増えてるのかもしれない、うんうんうん、そう、実際太陽系ではないんですけれども楕円形の軌道の惑星はあるんですよね、うんうん、ちょっとね話してるだけじゃよくわからないと思うんで、はい、実際に引用して映像を見てみましょう。はい、でこれが HR5183B っていう星、太陽系の星ではないんですけど、はい、例えば木星ぐらいの重力を持つ星がね、うん、こういう軌道をしてたら、はい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 、もう変やん。これは要するに普通は太陽の周りを一定の距離でぐるぐる回るんですけれども、もうめっちゃ変な軌道で回ってますよね、この星は。本当だ。そう、こんな回り方するんだ。そう、太陽系にはこの星はないんですけれども、これ比較のためにジュピターとかサターンっていう、まあ、つまり木星とか土星が書いてあるんですけれども、はいはいはい、こういう星が実際宇宙にはあるんですよね。へー。そうで、例えばこういう回り方をしてた場合、うん、で地球と軌道が重なってた場合っていうのは、うんうん、
まあ、地球がこの星の引力の影響を受けるっていうのは考えられます。なるほど。ただこの世界1万2000年後の地球ですよね。はい。1万2000年っていう短い期間でこのような特殊な星が増えるっていうのはまあ考えにくいでしょう。うーん。いうことでもう一つちょっと重力の影響っていうところに焦点を当ててみると、はい、スプラトゥーンの世界で重力に干渉する技術を持ってる生き物が一ついるんですよ。そうね、タコ、オクタリアン。そうですよね、うん、もうヒーローモードのステージ重力めちゃくちゃでございます。すごいいろいろ浮いてたりしてますものね、はい、で鮭はそもそもタコと通商条約を結んでいて、うん、鮭たちはオクタリアンの技術で武装してるんですよね。はいはい。まあ、プラス調理器具とかですけれども、うんうん、で重力の変化っていうのが鮭の凶暴化に関係してるのであれば、はい、これオクタリアンの技術の反動でラッシュが起こってるっていう可能性が、まあ、最も高いんじゃないかなと。あ、ちょっとね、惑星の軌道っていうのがどうなんやってところになってくるんですけれども、まあそうだね、うん、はい。これどう、アイラさん。まずでもタコが関わってくるっていうのはありえると思うけどな、うん。まあ、これが重力から見たラッシュでした。はい。じゃあ次はね、はい、ちょっと別の視点から見ていこうと思います。はい。さあ、アイラさん。はい。なんでハエなんて考えたことあります？ないです。はい、なんだろうね、ハエって。そう、光バエという名前で、まあ、この見た目おそらく虫のハエですよね。ハエはハエだもんね。はい、うん、でこのサケとハエにどんな関係があるんでしょうかと考えたことない。ちょっと見てみると、うん、ハエは10月中旬頃までホッチャレに卵を産みつきます。ホッチャレって何？ホッチャレっていうのは遡上のために全てのエネルギーを出し切った鮭のことです。へー、はい、もう明日のジョーの最後のシーンのように、あ、もう真っ白に燃え尽きた鮭です。なるほど。はい、ハエの幼虫、まあ、つまりウジ虫です、うん、とか成虫が小鳥たちの餌になっている可能性もありますと。あ、いうことで、まあ、こういう関係が実はあるんですよね。へー、ハエと鮭には。そうなんや。で鮭はですね、死をも厭わない好戦的な種族で、うん、死は恐怖ではなくて、うん、自然のサイクルの一部となることに喜びを感じるものであるというのが鮭の価値観なんで、はい、そう、死ぬことで自然の一部となって僕嬉しいと鮭そう、この命がまた別の命にみたいな価値観を持ってると、はい、これがどういうことかっていうと、うん、鮭社会ではハエっていう生き物は、うん、自分たちを自然に返してくれるという意味で、うん、神格化されてる生き物の可能性があるんですよ。ハエが？そう、ハエが？つまり鮭にとってハエは特別な生き物である可能性があるんですよね。この価値観とハエと鮭の関係を見ると。ほうほう、うんうんうん。そう、そんなハエをイカタコに取られて嫉妬で怒り狂ってるんかとか光バエという神聖な生き物を見つけたことによる喜びかとか、あ、はたまた全然神格化されてるとかはなくて、うん、やばい、光バエがいるってことは、うん、仲間が卵を植え付けられてるぞってなんか同族の仇討ち的な感じで突撃してきてるのかはちょっと分かんないんですけれども、うん、要するに、まあ、この鮭とハエの関係を見ると、うんうんうん、なんか特別な生き物であることは分かるし、うんうん、まあ、このハエが原因で怒り狂ってる可能性っていうのは高そうっていうのが見えてきます。あー、なるほどな。はい、そう考えたことなかったな、そんなことそうねお怒り狂ってなるほどね。こうして考えてみると、はい、ちょっとさっきスルーした惑星の軌道による重力の変化っていう点にもね、はい、ちょっと重力っていうところはちょっとカバーできないんですけれども、うん、ある意味筋が通るんですよ。うん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 。まず星といえば、まあ、夜に肉眼で見ることができますよね。そうですね。特にあの鮭社会みたいに文明があまり発達してない生き物であれば、うん、夜の明かりも少ないでしょうから。うん、確かに。そう、より見やすいやろ。うんうん。で星の位置っていうのは、うん、やっぱ時を捉える上ではかなり重要な要素でもあるんですよね。はいはいはい。そう、あと自分の位置ですよね。ああ、うん。そう、星がこの位置にあるから今はこういう季節とかさ。あ、そう、星がこの位置にあってこれだけ変化したから今自分たちはここにいるとかね。あ、重要ですね。そう、特にあの海の上とかやと、うん、目印となるものがないですから。あ、そういうことか。そう、特に重要やったりすると。確かにな。一方ね、まあ鮭遡上しますけれども、はい、遡上もやっぱタイミングがとても大切ですよね。うん。いうことでこの惑星の軌道っていうところ、うん、惑星の軌道つまり星の位置が変わるってことなんですけれども、はい、星が特定の位置関係にあるときに、うん、陸の光バエに向かって選ばれた個体が突撃していくっていう、うん、いわゆるそのかつての鮭が持ってた遡上っていう生態を再現する鮭の記載、つまりお祭りである可能性もあるかなと。お祭り。そう、儀式っていう表現が正しいか祭りっていう表現が正しいかちょっと分かんないんですけれども、うんうん、要するに遡上を再現するちょっと本気の祭りっていうイメージですねなるほどなるほど。あ、要するに遡上できなくなってるわけじゃない
ですか、鮭って今。そうやね。そう、ずっと海におると。そうやな。そんな鮭が遡上後に自分たちを自然に返してくれる神聖な陸の生き物、つまりハエに向かって突撃していく。おうおう。まあね、イカ社会によって遡上できなくなってしまった鮭が、遡上っていう生態を忘れてしまわないための祭りと考えると、ちょっとこれ以上のものはないんじゃないかなと。なるほどね。光映えは祭りと。そういうことですね。でなんで祭りを出してきたかっていうと、はい、その鮭自体がそもそも信仰心が強い生き物である可能性が高い、まあ、自分たちの価値観を信じてますし、そう、美味しく食べられたいという、要するになんか理屈じゃないんですよ鮭は。もうそうやなそう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 、やってることが全部理屈じゃないので、この狂ってる様子にも納得ができるかなと思います。なんかそう言われてもおかしくないしね。まあ重力っていう要素は無視してしまうんですけれども、この惑星の軌道とハエっていう要素が最も結びつきやすいのはこのまあお祭りっていう可能性じゃないかなと個人的には思います。そうですね、なんかしっくりきます鮭の生き方にそう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 、そう、これが鮭の生き様って言いながら突撃してくるっていう。いや本当にね。さあということでまとめると、はい、重力の影響っていう場合は、まあ、冒頭紹介した彗星のような軌道の惑星があるっていう可能性と、オクタリアンの技術の影響という可能性が考えられるかなと思います、はい、一方ハエであることが鮭を狂わせているという場合は、うん、鮭にとってハエという生き物はかなり特別な存在である可能性が高そうということですね。ですね。で、まあ、もう一個ポイントがあって、はい、どのような可能性であれ結局イカタコに光映えがまとわりつく原因っていうのは話してないんですよ。そうですね。謎なんですよね。なんだろうかこれは。いやもしかしたらバイトつなぎの中に光映えをおびき寄せる何かが引き込まれてるとかね。そのやってること的にさ、うん、鮭の群れに我々アルバイターっていうさ、はい、餌を放り込んで、はいはいはい、そこで狩りをしてもらう、うんうんうん、そう我々餌ですから、はいはい、客観的に見たら確かになんか何が仕込まれててもおかしくないわけですよ。コバエホイホイ的なのがそうあるかもしれないっていうことですねなるほどということで、はい、まあもしかしたら、ちょっとクマさんあたりが悪さしとるかもしれんっていう。やだ。そういうところも見えてきます。光映えはやだな。はい、皆さんのねこのラッシュっていう特殊ウェーブに対する考え方なども、ぜひコメントでお聞かせください。よろしくお願いいたします。では今回このところで終わろうと思います。ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。